マハーバーラタに登場するラクシャさ。パーンダバのビーマと、羅折女ヒディムバーの子。特等で怪力の持ち主。多くの目を持ち、大きな口、尖った耳をしているなど、恐ろしい姿をしているが、常にパーンダバを敬愛し、協力する。インドネシアのジャワ島のワヤイクリのガトートカチャガトートカチャは、生まれてしばらくは、ビーマや母と暮らし、別れるとき、 困った時に自分を呼べば、すぐに助けに来ると約束して去っていった。パーンダバが森の中で疲れて動けなくなった時、ビーマが呼ぶとガトーとカチャはすぐに他のラセツたちを引き連れて現れ、パーンダバを担いで空を飛び、パドリカーシュラマに運んだ。ガトーとカチャは、クルクシェートラの戦いでもパーンダバ側として参戦し、アラムブサ、ドゥルヨーダナラと戦った。しかし、 アルジュナをカルナに勝利させようとするクリシュナは、その布石としてガトウとカチャをカルナと戦わせた。というのはカルナはインドラ神から一撃必殺の槍を授かっていたが、この武器は一度しか使えなかったため、クリシュナはガトウとカチャとの戦いでカルナに使わせてしまおうと考えたのである。ガトウとカチャはカルナと戦い、当初はらせずに、 有利な時間帯である夜にもかかわらず、カルナに圧倒された。だが、カルナの友軍を巻き込んで攻撃することで、友軍を壊滅寸前にまで追い込んだ。友軍に助けを求められたカルナは、クリシュナの思惑通りに、真珠の武器を使った。ガトートカチャはその犠牲となって倒れた。ありがとうございます。